大体仙北水道企業団の貯水池と猫背城下の方なんですけども、これ60年経っておってですね、今来年度にこれもなくしてしまえと、ほんで風の水をもう一括にしてしまったらええやないかというような話が出てて、私はそれに大反対をしておるので、これやっぱ見に行かなあかんなということで見に来たんです。でこれ観測ろ過自体が素晴らしいのと、あとは世界的に水不足であると、環境の問題とかあってですよ、水取り合いしてるわけです世界的にはね。でまたこれを残したことによって水道技術者自体が養成できるでしょっていうような利点もあるわけです。で国はどうかと言いますと、水道法が最近改正されたので、コンセッション方式と言いまして、民営化にするんやったら水道管これを回収するときにですよ、もうボロボロですからね、どんどん新しいせなあかんのですけども、その新しくする分の補助金出したるでと、もともと水道管を敷設するときにですよ、補助金出してるわけですよ、当たり前ですやん。人間水なかったら生きていかれへんねんから、自治体で金ないんやから国が補助金出すのは当たり前ですよ。それは市役所建てる時も補助金出してるわけですからね。そやのにもかかわらず水道管やり替え絶対せなあかん、分かってますよ。でその時に民営化にするんやったら金出したろう、民営化にせえへんやったら自前でやれというようなね、民営化誘導するようなことをしてる。でフランスなんかもそうなんですけども、一旦民営化してですよ、やめてるということは世界の趨勢なんですよ。公営で儲かれへんのに民間がやって儲かるわけないでしょ、水道なんか。だから公営でやってんだから、ほんならその泥水みたいな流してええとかね、水道料金すごい上げてもええって言うのは別だけど、そんなことにならへんでしょ。だから民間に一旦したんだけど、世界的にはまたもう一回公営に戻すというようなことが行われておるのに、一周回ってまた日本はそんな間違った失策の真似をするのかということですよね。今あんまり世間では問題になってないかもしれませんけど、でここがですね、観測ろ過でやってる安全で安くて美味しい水を60年間送ってきたわけですけども、もともとこれ風の水不足の時に暫定としてこの施設ができたということで、簡易式になってるわけですよね。例えばパイプが2本なかったらあかんのが1本にしてるとかね。でこれ60年も使うということ自体を想定しておりませんので、でメンテするにはもう簡易水道で水不足解消されたら風からまた水凍ったらええがなということで、メンテナンスするということを考えてないわけですよね。でこれをメンテナンスするのにコンサルが計算してですよ、35億この状態でね、35億かかると。で前処理でもともとのその濁りの水が入ってきたりとかしますね、台風とかの時ね。そういう濁りの水っていうのはそのまんま濁ったまんま出やすいので、その濁りを取るというような形で急速ろ過を一番初めに挟んで、少しきれいにした後で観測ろ過をかけるというので50億兆かかると。で全面リニューアルをするということで、全部を高度処理水にすれば70億、これはもう高等無形ですよ。こういうことを70億かかるんやから、だからやめてしまえというようなことを、横暴な話を、例えば高井市の坂口新六市長なんかね、この人はここの副企業長になってるんだけど、そういうことを言うわけです。ほんまに暴論、甚だしいんですけども。でですね、平成に入ってからでもこの30年間、30億円の利益を、ここは本来上げてるわけです。それを泉高いし泉大津に分配をしている。だからこそ安い水、風の水源入ってますよ。そやけども安い水が、その3市の住民に対して還元をされてきたということなんですよね。池の耐震もせなあかんし、ポンプ場自体もこの下にあるポンプ場自体も改新が必要ですよねというようなことで、これもし池のみを回収するということであれば7億8000万円ぐらいの試算になってます。ところがですね、これスペアがないわけですよね。スペアがないから、これ一個一個、今ここ一個止めてるでしょ、引上げてるんですけども、まあ簡易メンテナンスでね、こないして止めていったらええんちゃうんかいというふうに思われるかも分かりませんけど、これしたら水が染み出るんですよね。でだからそういうことはできないということで、止めるんやったら全部止めなあかんと。で他の観測ろ過やってる浄水場やったら同じやつがもう1セットあるらしいんですよ。
ほんでそっちに付け替えをしている間にもう1セットをきれいにしようかというようなことができるんですけども、ここではそれができないということでね、一旦だからこれ6池全部を止めてですよ、改修工事、まあ1年かかるのか2年かかるのか分かりませんけども、その間は 100% 風の水でやってですよ、またこっちでこれがうまいこといけばここの観測ろ過の水を使うようにするということで、まあ35億今この30年間でも30億ぐらい利益が本来出てたわけですから、なんとかその35億を出してもらってですね、この観測ろ過の浄水場、大阪府下でも非常に珍しい自己水源持ってるとこでも、例えば富田林なんかは急速ろ過に変えてますからね。だからこの観測ろ過のほんまに安全で安くて美味しい水を守るために、ほんで風水道にみんなが一元化したら必ずこれ全部民営化されますよ。水道の民営化されたえらい目に遭うっていうのは今密かに言われてるんですよ。なかなかメディアが取り上げてじゃんじゃんとやらないんでね、皆さんご存知ないかもわかりませんけども、郵政もそうでしょ、郵政も民営化して何の得もなかったわけですから、そもそもあれ独立採算で黒字でしたからね。じゃあそういうことに騙されないように観測ろ過この施設を、高石、泉大津のその三市民だけではなくて、ほんまに大阪府民の宝としてでもね残しておきたいっていうふうに考えております。